静岡市は台風15号の被害を受けた清水区に設置されている2カ所の災害ごみ仮置き場について27日で受け入れを終了すると発表しました。災害ごみの仮置き場は現在清水区袖師町のエネオス清水製油所跡地と清水区大内新田にある市が所有する土地に設置されています。市によりますと開設当初の1週間で1カ所あたり車両1300台がごみを搬入していましたが、直近1週間は226台に減っていることから仮置き場での受け入れは27日の午後4時で終了するということです。閉鎖後に生じた災害ごみについては電話かインターネットで個別収集を申し込めるほか、身分証と罹災証明書があれば市内の清掃工場に持ち込みができるということです。